このカエルの中に雨隠れの忍びを一人拘束しているそうだ。では大きくなってくれ。少々手荒でも構わん。全てを聞き出せ。ジライア様が残された三つの情報のうちの大切な一つです。ずっと黙ったままだがよ、なんかあんだろう。五代目やカカシ先生に当たってみたが何も知らなかった。何か絶対にあるはずだ。少しでも気になることがあったら言ってみてください。見た時から気になることはあったけど。なんだ、うん、はあ、カタカナ。どこにそんなもん。どこがだよ、そりゃ数字の9だろ。俺も最初はそう思ったけどよ。そう言われりゃそう見えなくもねえけどよ、少し強引だろ。ぶっちゃけどうしてこの9をカタカナのタだと思ったんですか。タの文字が出てきた時読みづらくってさ。何しろ数字の9みたいに見えっから。ジランヤ様はカタカナのタを書くとき一画目を短く書く癖があって。ありました。同じだ。ジライア様はカタカナのタを数字の9のように書いてし、それがジライア様と渦巻くんの共通の鍵だったんですよ。なんでそんな大事なことを。お前がジライア様の原稿を読んだ時、ジライア様はお前が自分の癖を知ったと思う。それです、鹿丸さん。その通り。ぶっちゃけジライア様のこの鍵は暗号と関係しています。ナルト、その本はどれだ。よくわかんないけど、4、5冊かな。イチャイチャタクティクスの。大体は聞かせてもらった。お前たちが探しているのはこの本だろう。なるほど、ナルトじゃなきゃ気づけなかったことだ。うん、この暗号の最初のタの文字。暗号に文字が使用されている場合、そうですね、点で区切ってある数字は31、8、1ページ、そこを開いてみてください。31ページね。まずは素直にページの頭文字を見ます。頭から一文を読み上げてください。いいから早く読んでくれってばよ。しろってばよ。暗号の順番通りに読んでいくと。どういうこと。わからん。ここはガマの深作様に連絡をつけてもらおう。なら五代目にすぐその深作様って人を呼んでもらって。私もついていっていいですか。よっしゃ、さっさとばあちゃんに連絡だってばよ。どうだじいちゃん仙人、何かわかったか。わからん。これだけじゃ漠然としすぎじゃ。ペインのことで分かっとることはもう話したの。この状態でペインを相手にするのは危険じゃ。ちゃんと謎を解かにはいけん。その二つはまだ時間がかかるみたい。かかるってどんくらい。尋問はともかく、検視は細胞や組織から検出したものを丁寧に分析解析していくものなの。そんなにかかんのかよ。まあ渦巻くん、検視は静音が担当している。いつもよりは早いだろうが、待つより他にないな。エロ仙人の仇は俺が撃つ。してらんねえんだよ。じゃあナルトちゃんよ。そりゃどういうことだってばよ。どっちにしろ今のお前では絶対に、今のナルトちゃんじゃペインと戦っても無駄死にするだけじゃ。ここに呼ばれたのはちょうどよかった。わしもちょうどナルト戦術の修行。なるほど、ナルトに戦術、それはいい案です。ペインは深作様と島様を口寄せしているジライアに勝った。わしも悔しいんじゃ。弟子であるジライアちゃんの仇は討ちたい。当たり前だってばよ。ジライアちゃんに叩き込んだことを全部ナルトちゃんにも叩き込んでやる。ナルトちゃん次第じゃ。行ってこい。戦術の修行は想像以上に厳しいぞ。だったら俺だって負けねえ。やってやる。じゃあ行くじゃおい。ナルトちゃん挨拶せ。行ってくるってばよ。検視と尋問の結果が出次第連絡します。ナルト頑張ってね。よし、よっしゃ、
出発だ。歩いたら1ヶ月はかかる。迷いの山と呼ばれとって。行くだけでそんな大変なのか。そんな心配はいらん。よろしくお願いします。逆口寄せだ。我々もジライアの残した情報解読に専念するぞ。了解っす。どこだ、ここ。じいちゃん潜入、ここは俺がお前を口寄せしたんじゃ、ナルト。ついてこい。え、飯？そんな姿見たら母ちゃんぶち切れるぞ。だから無理して全部食ったってばよ。その頃には人間じゃなくなってる気がする。まずわしが教えるのは忍術ではなく戦術だということを。ソト、どういうことだ。ギーと身体エネルギーを練り込んだチャクラを利用するものじゃが、新たに強いチャクラを作って利用するもの。これにより大幅にパワーアップする。この3つのエネルギーを練り込んだチャクラから発動する術。その自然エネルギーってのは要するに何だってば。大気と大地。はあ、口ばかりじゃなんじゃ。そろそろやってみせようかいの。さすが深作様じゃ。どんどん自然エネルギーが集まってくる。持ち上げた。どうじゃ。ただじいちゃん仙人が引用しただけにしか。今のナルトちゃんじゃ自然エネルギーは感じ取れん。自然と一体になるのじゃ。要するに死ねっちゅうことじゃ。え、死ぬ。ガマキシ、死ねとも何ぞ。死ねとは変な例えを出すな。わしの話を最後まで聞け。順を追って話すけ。さらに自然と一体になることでコントロールできるようにもなる。動かんということじゃ。自然エネルギーは動物としての流れを止め。つまり動かなきゃいいのか。なんか簡単そうだな、それ。動物にとって動かずにいることが一番辛いんじゃ。動くなっていまいちピンとこない修行だな。でもそれで時間がかかる修行じゃけんの。これはかなり難度高めじゃ。敵は倫理眼、陸道仙人の力を持つペイン、ジライアちゃんを倒した強敵じゃ。ペインは美獣を狙う暁のリーダー。すぐにでも俺のところへやってくる。もっといい方法がないこともないがの。あんのかよ。ならそれで教えてくれよ。ちょっとこっち来て片手出してみ。このガマ油は自然エネルギーを引き寄せる力がある。この油を体に塗りつければそこから自然エネルギーが体に入ってくるんじゃ。なんか肌で感じる気がする。これは感覚をつかむきっかけを作るものじゃ。自然エネルギーコントロールが未熟なものに使う。戻った。全てはバランスじゃ。精神エネルギーと身体エネルギーは外からの自然エネルギーもバランスよく練り込むのは至難の業じゃ。多少取り込みすぎたぐらいなら元に戻すこともできるがの。弾は二度と元には戻らんようになる。カエルになったものはさらに自然の一部になってしまうのじゃ。この石像たちや。これ全部。この畑希望は自然エネルギーを外へ叩き出すものじゃ。あのジライアちゃんですら完璧にはこなせん。ここまで来て臆することもなかろうが、一応聞いておく。俺の人道はエロ仙人と同じだ。やっと六尾も揃ったか。これですぐにでも九尾を借りに行ける。時間が経てば経つほど向こうも何かしらの手を考えてくる。やりにく。美獣はあと一匹。あと二匹では。すでに八尾はサスケが買った。コナン、すぐに準備しろ。これから木の葉へ向かう。
と容量のいい修行法があるんだってばよ。何じゃそれ。影分身を使った修行法だ。影分身の感覚はオリジナルに還元されるからの、オリジナルの方も終わりじゃぞ。そんなことは分かってるよ。よかろう。よっしゃ。大修行に耐えてこそ本当の力が手に入るのじゃ。だって我慢するってもんだ。いや、それは無理じゃ。ずちゃんと地雷屋さんだからこそのもの。そう言ってもいい。己のうちに膨大なチャクラを持つもの、それだけ自然エネルギーはすごいのじゃ。それが仙人になれる人間じゃ。見えた！深作様、そろそろ腹減ってきたな。そうじゃな。休憩が終わったら先日で岩ガエルを持ち上げてみるけんの。やっぱり人間から離れてる。己の忍術チャクラだけで持ち上げてみんさい。上がらねえ。じゃ、先日チャクラを練ってみ。よい、もう一度岩ガエルやってみ。いざナルトちゃん。あらー、やるかなナルト。やったー。あお、新人を粗末に扱うなや。ナルトちゃん、倒れた全部の岩を元に戻すんじゃ。マジか。次は油を使わずに自然エネルギーのコントロールをする修行じゃ。体内エネルギーだけを消費していく忍術チャクラは疲れるどころか回復も早いんじゃ。そっか、あれができるかもしれねえ。なんじゃ。あ、いや、その今日はこれをナルトちゃんに渡そうと思ったんじゃ。うん、何？本じゃ。ここにはジライアちゃんの思いが込められとる。読むとええ。ど根性忍で。サスケは俺とのつながりを断ち切って強くなるって言ってた。エロ仙人とオロチマルも昔友達だったんだろ。どうしてオロチマルは。それからは禁術に取り憑かれていった。両親に会いたかった。親を殺されてはおらんからの。わしもお前と同じだ。あいつのことを何も分かってやれんかったのかもしれん。この忍びの世に憎しみがはびこっているのは分かる。どうしたらいいのかわしにもまだ分からん。だがいつかは。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときは。何？なんで笑うんだってばよ。お前を弟子にしてよかったわい。つっか。わしは自分の書いた本でこの世を変えるつもりじゃ。そん時になってサインをねだってもお前には書いてやらんからの。いや言ってばよ。エロ仙人にはもっと大切なもん。大人数が少ないと時間がかかるね。うるさい、黙って集中しろ。サスケ君、どうやらヘマしたようですね。この足だ。笑うな。